こんにちは。日経 CNBC キャスターの滝口里奈です。革新的なテクノロジーや今後成長が見込まれるスタートアップ企業に迫る日経テックライブ X。 この番組はこちらの日経産業新聞、そして日経新聞電子版と連動してお届けしています。そして私とともに司会進行を務めていただくのは日本経済新聞編集員の奥平和之さんです。奥平さん、よろしくお願いします。早速なんですけども、こちらをご覧いただきましょうか。はい。企業名が並んでいるランキングですが、皆さん何のランキングかお分かりでしょうかね。はい、大企業がずらりと並んでいますね。時価総額とかそういうようなランキングに見えるんですが、実はですね、これは出ました、イノベーティブ大企業ランキングといいまして、スタートアップ企業との連携に熱心な大企業ランキングということになってるんですね。はい、さて気になる1位なんですけども、出ますかね。あ、出ました。はい、はい、出ました。KDDI ということで、はい、ソフトバンクトヨタよりも上なんですね。うん。それではゲストをご紹介します。KDDI ビジネスインキュベーション推進部部長の江端智博さんです。江端さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですが、その机の上に何か今日持ってきていただいた、はい、これは何でしょうか。最近よく話題にするキーワードあると思いますが、VR をですね、簡単に見れるための段ボール製のこう箱スコというものになります。はい、ダンボールで VR が見れるんですか。これもしかして恵比寿ですか。ガーデンプレイス。ガーデンプレイスですね。ぽいですね。すごい飛んでる感じですね。これは、あ、あれ、あれ、あ、広場の方。あ、広場に行きました。ああ、いきなり飛びましたね。あ、これ見ている方向がすごく鮮明に見えますね。そしてこの箱スコをはじめ、 KDDI がこれまでに出資しているスタートアップがこちらになります。はい、お、すごい数ですね。はい、全部どれぐらいあるんですか。まあ、2012年からですかね、始めて今44社かなと思います。はいはい、KDDI がまあこれだけたくさん出資することになったっていうのは、きっかけっていうのはどういうところにあったんですか。そうですね、2000年ぐらいからですよね。はい、ちょうど携帯電話にこうインターネットの機能が乗っかってきて、うん、ガラケーみたいな言われ方してましたけど、はい、まあ、あの時代にその結局携帯電話が、電話をしたりとかメッセージングでやり取りするだけじゃなくて、まあ、いろんなそのサービスを体験するデバイスになってきたわけじゃないですか。うん、でそうすると KDDI 自身でそのなんか体験価値全てをこう提供するわけにはいかないので、やっぱりその外部のパートナーさんと一緒にそのサービスをこう一緒に作り上げていこうってい こう話になってきたわけですよね。うん、高橋さんにちょっとスタートアップ連携にインタビューの時間をいただいて聞いてきましたので、はい、ぜひちょっとご覧いただきたいと。はい、最初から買ったんだと、これお前とこの価値は何十億だったろうと、早く返せっていうのが通常のファンドですよ。で、僕たちはその事業会社なので、まずこの会社が大きくなるための基礎固めをまず作ってやる。で、そうすると基礎が出来上がると、彼らをそれをベースに事業拡大をしていくアイデアはあるの で最初のこの基礎を作ってやるところがまず大事で、ここがハンズオンでできるかどうかが勝負だと僕は思う。相当でも出資する側としては忍耐強さが求められますね。それは忍耐でもサラリーマンだから、ある意味ではまあ会社の金なわけですよ。正直言ってで、そういう意味においてはね、企業の方がやりやすいんじゃないのかな。うん、ちょっと辛抱強く育成することを心さえ決めればできると思うんですよね。